連綿予期国立公園は、フィンランドにある国立公園である。レメン期国立公園とも表記され、単に連綿予期とも呼ばれる。フィンランドの国立公園の中で最も大きく、約2857平方キロメートルの面積を持つ。ラッピ県の北部に所在する。約94%にあたる、約2685平方キロメートルが稲荷にあり。 約6%にあたる約173平方キロメートルがキッティラにある。IUCN による自然保護地域カテゴリーの IB に分類されている。東国立公園は国有企業であるメッツァハリトゥスによって運営、管理されている。連綿沖き川あたり、国立公園には域内で最も長い河川、連綿沖き川の他に、イバき川やレポ沖き川、 バスコジョキなどが流れている。東国立公園の名称は、連綿沖川に由来する。ラバダス沖川と連綿沖川の合流地点にある、ラバダス滝は観光資源の一つとして知られている。北西は、稲荷沖川の支流の一つであるキエッツイマジョキを隔てて、ノルウェーの国立公園、アブラアナージョカナショナル、パークと接している。西は、 プリュー原生自然保護区と接しており、東はハマストゥントゥリ原生自然保護区と接している。大山猫やカワウソ、クズリやヒグマ、北極ギツネなどが生息している。ラバダス滝あたり国立公園の区域では古くから金が採掘されており、当地域における金に関する最古の記録は1867年に遡る。1940年代末期には、 東国立公園の区域でゴールドラッシュが起きている。1951年には屈削機が初めて連綿行きの近郊小地域に導入された。1953年、連綿行き国立公園を創設することが提案される。1956年に法律に基づいて創立された。東国立公園の面積は1971年。 および1982年に拡大された。1998年、ナチュラ2000と呼ばれる自然保護地域のネットワークに東国立公園を組み入れることが決定される。2004年2月2日、ラムサール条約に基づく条約湿地に東国立公園が登録される。ありがとうございます。